スタバの飲み物の名前、飲んだだけじゃ何が何だかわからない説。よいしょー、どうしたの人、どうぞ、どうぞ、おじです。というわけで、今回は検証でございます。はい、はい、スターバックスって行ったことありますか？ありますよ。まあ、人生に一回はありますよね。はいはいはい。注文するときにメニュー表見ると思うんですけど、はい、わけわかんなくない？わからん。キャラメル、なんちゃら、かんちゃら、フラペチーノとかさ、まあ最初しかわからん。どう考えるんっていう、まあね、それ、ね、それを、まあ買ってきてもらいまして、今から、はい、全部で3つ買ってきてもらいまして、はい、それをまあ見て、飲んで正式名称を当てるというゲームでございます。はい、なるほど。まあ負けた方というか、一番ポイント数が少なかった方は、まあ多分ダメージないと思うんですけど、1ヶ月スタバ禁止にしましょう。一応ね、名目上。まあ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 。というわけで、今回はスタバの飲み物の名前、何が何だかわからない説です。やっていきましょう。はい、それでは第1問ですね。はい、はい、これからいきます。はい、飲みますね。はい、なんだっけな、これシンプル知識がね、見ちゃうから、これ合わせと。はい、分かった。いや、分からんよ。普通のあれよ、普通のあれよ。それではいいですか、はい、一人ずつ答えをいきますよ。はい、キャラメルマキアート。え、はい、いいですか、俺も。どうぞ。キャラメルマキアート来たんじゃない、これ。カプチーノ。ああある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 。答えよろしいですか。はい、はい、ムースフォームキャラメルマキアート。おお、ほぼ正解。あれ、キャラメルマキアートは実は別にあります。あああ不正解。あ、結構むずいな。なんつった、ムースフォームキャラメルマキアート。あ、これか、上だ。ムースフォームなんだ。結構、じゃあまんま言ってけば聞ける。Enjoy your day。 だからもう終わり。次よろしいですか。次はオレンジで。これですね、これ一番上のこれですね。いただきます。なに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 、まさかエビ。いや、すごい。なんだこれ。え、味わかんない。わかんないっす。わかんない。え、味わかんじゃん。何か味はあれだよ。これなんて言うんだろう。名前がわかんない、シンプルに。普通に好き。まあいいや、はい、これは決まりました。いいですか、じゃあ今度はもっちから。マンゴーフラペチーノ。のせ。トロピカルマンゴーラッシー。ハルキ。マンゴーフローズンシャーベット。ああ確かに、ありそう、ありそう。でもね、フラペチーノな気がする。ちょっとフラペチーノ、フラペチーノってなんだよ、わかんないけど。スタバってフラペチーノ入ってるイメージある。いや、でもフラペチーノってそのシャキシャキの部分、シャキシャキの部分もあるけど、クリームが乗ってこさと思うんだよ。ああ、多分下がフラペで上がチーノだと思う。へへ、分かった。じゃあ答えいいですか。はい、はい、いきますよ。マンゴーパッションティーフラペチーノです。これ結構近い。パッションティーって何ですか。知りません。パッション、フラペチーノではある。フラペチーノです。これ調べるわ。パッションティー、パッションティーとは爽やかな酸味のお茶、ハイビスカス、シナモン、ドライアップル、リコーリス、レモングラスがブレンドされた鮮やかな赤色のノンカフェインハーブティーです。お茶なんだね。だから一応お茶です。これジュースじゃん。ふざけんなよ。これ僕何点かもらえませんか。もっと何て答えたっけ。マンゴーフラペチーノって答えました。お世話、あ、トロピカルなんちゃらか。らしい。いや、じゃあさすが、まあ、マンゴーフラペチーノね。マンゴーポイント、あ、違う、マンゴーポイント、マンゴーポイント1かな。マンゴーポイント1ハマってどないすんの。1万号1万号やったじゃん。1万号1万号です。やった。はい、ということで次最終問題ですね。はい、はい。いや、こんなん確実にフラペチーノですよ。どうだ。目に入ってるのだけなんだ。これは最終問題なんで、一番遠かった人が、あの1ヶ月スタバ禁止ということで。了解です。なんか乗ってんな。そう、なんか乗ってんの。コーヒーも。何？
Fuck you, man! よーないないない、まずい。どういうこと？うわやばいこれ。多分ね、何か分かってね、食べれば美味しいんだよ。ちょっと分かったかもしれない。これは一番遠かった人が罰ゲームだよ。シンプルに美味しくない。分かった。え、ちょっと分かる、ちょっと分かる。これ多分ね、あの入ってるなって思ったものを全部言った方がいい。それではいいですか。はい、じゃあ次、はるきが微妙なんで、まずのせからいきましょう。きのこ、あ、きのこじゃない、きなこわらび餅フラペチーノです。おお、はいはいはい、はい、下になんかゼリーみたいに入ってたんですよ。え、俺言っていい？次はるきです。あずききなこわらび餅フラペチーノ。うわ、あずきか。いや、もうほぼ一緒。まあ逆なだけ、俺はきなこあずきわらび餅フラペチーノ。おー、ほぼ一緒、全く一緒も言っちゃうから。じゃあもう1ヶ月間禁止な人を発表してください。この中でですね、1ヶ月間禁止な方、しかももう超僅差で禁止な方。まあみんな近いもんね。あ、じゃあもう発表させる、もうもはや。ああ、僅差なら、そう、そう、商品名を名前ババって言ってもらって、商品名を。いいですか。はい、商品名はいきます。はい、はい、ああ、あの口押しでいい。あずきなこ フラペチーノです。え噛んだゆっくり押して、いくよ。あずきなこ服フラペチーノ。あずきなこ服フラペチーノ。あずきなこ服は服、祝福の服、福山雅治の服だ。そうそうそう、あの、まあ祝福みたいな服が入ってからのフラペチーノ。ということで、今回1ヶ月禁止になるのは野瀬くんです。あずきがなかったね。あずきがね、あったんだね。コーヒー豆かと思った。じゃあ野瀬くんが全部飲んでください。禁止なんで飲めない。最後のフラペチーノとして。やだやだって言うな。